こんにちは。左親指小指、右親指だけ一回転します。そこへ小指も入れます。はい、中央が絡みの状態になりました。中指で手のひらを取り合います。はい、おてんば富士が現れました。おてんばですから逆立ちが上手ですね。上下上下、これまでにも何回か出てきました。僕のお気に入りのひも体操、何よりの健康体操です。上下アップダウン。最近ちょっとした、発見というほど大げさじゃないんですが、ちょっとした思いつきがありました。小指で一番手前、親指の紐のこの一番手前の紐ね、こう取りますと、はい、双子の富士山が現れますね。双子の富士山かわいいですね。富士山が現れると、すぐ逆立ち運動したくなります。さっきのおてんば富士を見習って逆立ち体操しましょう。はい、逆立ち、上下上下。お、逆立ちしてると双子の富士山が合体して一つの富士山になりました。マジックみたいですね。不思議ですね。もう一度やってみましょう。はい、取り合って、はい、おてんば富士、上下アップダウン。一番手前の紐、小指で左右を取ります。そうすると、はい、また双子の富士山が現れました。なかなか姿のいい、かわいい双子の富士山ですね。また逆立ち体操にチャレンジしましょう。下上、はい、いくら逆立ち体操頑張ってもうまく逆立ちできないんですね。それどころか双子の富士山が合体して一つの富士山に早変わりします。本当に不思議ですね。ここでまた親指だけ残してパラッとやって、小指も入れて取り合うと、また同じ健康体操繰り返すことができます。で、下小指で一番手前を取って、はい、双子の富士山、はい、逆立ち体操頑張りますが、またまた一つの富士山に早変わりしました。小さな子どもたちに喜ばれるかな。いや、現代っ子はこういうのを見てもなんだつまらんと言ってそっぽを向くかもしれませんね。まあ、そっぽを向かれても、まあ僕らにとっては良い健康体操になりますからよろしいかと思います。はい、親指だけ残して取り合えば、はい、上下何回でも同じ動作を繰り返すことができます。はい、合体しました。
大変失礼しました。